はい、皆様こんにちは、こんばんは、ヒロです。今日はいつもと違う感じで撮っておりますけど、なんでこんな、場所で撮ってるかと言いますと、まあここはあれなんですね、部屋ではなく部屋にちょっと入らなかったので、玄関なんですけど、種明かしをしてしまえば玄関なんですけど、こいつをですね、今日はちょっとだけお話ししたいなと思って、撮っております。これもうご存知ですよね、フェンダーのマスタング4というトランジスタのアンプです。でこのアンプを、まあ買ったんですね、中古で。でもうマスタング4自体はもうすでにディスコになってて生産中止になってますので手に入らないので、まあ中古で買ったんですけどね。そもそもなんで私がこんなフェンダー、まあなんでって言ったらいかんですけど、フェンダーのアンプを買ったかっていうのがちょっとあるんですけど、私はブラックスターがね、もう自分で公言している通りブラックスターが大好きで、ブラックスターしか使ってない。もうまあ一部ちょっとマーシャルだったりしますけど、ボスのアンプも売っ払ってブラックスター一色にしましたよね。で X の方でも Twitter の方でももうブラックスターが大好きで、そろそろ営業部長ぐらいに任命されてもいいんじゃないかみたいなことをつぶやいてみて、そしたらブラックスタージャパンの方からですね、LIKE のいいねボタンを押していただいたりとかして、お、そろそろ来るかななんて思っていた時なんですけど、じゃあなんでこんなの買ったのかというとですね、実はこのアンプ、これバカでかいでしょなんでここで撮ってるんですけど、このバカでかいアンプには実は、理由があったんですね。私実はキャビネット探してまして、今ブラックスターのアンプに入れてるスピーカーはセレッションの G75T12 だったかな、ちょっと順番どっちか忘れましたけど、要はマーシャルに入ってる、マーシャルの1960に入ってるスピーカーを、 75W のスピーカー一発を入れてるんですけど、どうもですね、いろいろ調べていくとブラックスターのアンプキャビネットの方ですねに入ってるスピーカーはちょっと上の方のいいやつになってくるとセレッションの7080が入っているということで、じゃあ7080のスピーカーに入れ替えようと思ってですね、まあ、もしくはキャビネット1個買って、それとこのブラックスターの HT ヘッドアンプと組み合わせると多分いい音するんじゃないかなとっていうのが、ブラックスターのアンプにはね、それ使われているので、多分ね、いわゆるメーカーさんが設定している音が出るんじゃないかと思って、それでブラックスター純正のキャビネットでセレッションの7080が入っているやつっていうのを結構探して回ったんですけども、ちょっとね大きかったんですよ。12インチ一発と言いながら結構大きいサイズで、思ってたより大きいな、しょうがねえな、どうしようかなと思って、まあ他にもうちょっと小さいね、12インチが入るぐらい、ちょうどぐらいのサイズで、それに取っ払って7080を入れて、そういう風にしてキャビネットを作ろうかと思ってたんですね。でそれでずっといつもながら行く中古屋さんでちょっとこう見てた時に、このフェンダーのアンプがまあソリッドステート出てきまして、でなんとですよ、これ裏見せた方が早いと思うんですけど、このマスタングの4ですね、これはマスタング4の、これはちょっと重たいですよ、よいしょ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 、これはですね、ほら、なんとセレッションの7080が2発入ってんですよ、純正で。でしょ？で、これはもうこの時点でね、ここまでできてるので、じゃあこれをこのフェンダーのトランジスタの部分はどうでもいいやと思って、キャビとして使おうとね、と思ってこれを、でですね、それで値段を見るとなんと153ドルだったんですよ。これもう中古でマークダウンで値段もどんどん下がって、なぜか153ドルでした。それでお店に行って早速鳴らしてみたところ、驚いたことにこのフェンダーの、まあ、トランジスタですよね、すっげえいい音したんですよ。あらら、これは7080かなと思ったので、ちょっとねこのマスタングのアンプを、実際に鳴らしてみようかなと思います。で私は大体中古で買ってきたらまず一回ファクトリーリセットをするので、ちょっといろいろ調べてですね、で本当はこの、今日この後ですね、この動画の後にこれ鳴らしてやってみようかと思ったところ、なんとですね、これが私のちょっとねフェンダーさんのちょっと好きじゃないところなんですけど、もうねこれディスコンティニューになってて生産中止になって、そうするとサポートも終わってるんですよ。ファームウェアもフェンダーオフィシャルのサイトには載ってませんし、これを動かすためのこれパソコンでね USB でつなげて、パソコンでなんかねフューズとかいうソフトウェアで動かせるんですけど、それのダウンロードもできない、
もうソフトウェアはない、ファームウェアのアップデートもできないみたいになってて、まあなんともこれ買ったっきりですよ。なのでファクトリーリセットもどうやってできるのかなと、マニュアルもないし、なのでかっこググってですね、フェンダー以外のところ、まあそういうフェンダーさんがもう亡くなったことで、フェンダーのね、そのサポートがなくなったことで、いろいろななんかサードパーティーの会社がマニュアルだったりとかソフトウェアとかをミラーでね、いろんなとこ置いてくれてたので、それで見てなんとかファクトリーリセットができそうだなと。で、ファームウェアをなんとかできそうだな、アップデートもね、できそうだなって思うので、ちょっと自信はないですけど、まあ運よくできれば音を鳴らしてみたいと思いますし、意外とね、多分ね、もうこの電子 部品ね以上に私はもうこの部分で引かれてるので、しかも、2つ入って153ドルでしょ。これ1個買えば大体100ドルするんですよ。だからバイワンゲームワンフリーみたいな感じで価格で入ってるので、もうねはっきり言ってもうこれキャビとして使う目的で買いました。なので最悪フェンダーのこのアンプの部分どうでもいいです。なので取っ払おうかなとね、一応ちょっと元に戻しますね。ちょっとね、重たいんですよ。で、こんなでかいでしょ。先ほどブラックスターのがそんなにでかくてね、でかかったんですよ、だから買わなかったんですよって言いながらこんなでかいの買っちゃったんですけど、別のですね。まあただもうね、で、まあ側はすごく汚いです。この辺とかこう剥がれてたりしますしね、結構汚いです。それでやっぱりブラックスターが好きだとね、公言している手前、こういったフェンダーとかいうロゴも外して、ここも、このなんかメッシュ系のやつも、これも全部、一応全部ね、側は取って、綺麗に新しく貼り直そうかなと、思います。幸いですね、先日アンプを作ろうということで、側は買ってあったんですね。側のシートは買ってあるので、それに全部貼り替えようかなと思ってます。まあ、まずはですね、ファクトリーリセットをして、一応製品として形があるので、ちょっとね、鳴らして遊んでみて、まあでもこの部分は使わずに、こういうのも消してですね、フェンダーは全部消して、ただのキャビネットにしたいと思います。そしてやっぱり私はね、ブラックスターを押したいので、ブラックスターもどきというかですね、まあここにブラックスターって貼っちゃうと問題なので、これはただのキャビネット扱いにして、後ろにね、これも、これね、よいしょ。ちょっと行ったり来たりであれなんですけど、後ろねオープンなんですよね。フェンダーのアンプって後ろが全部オープンになってるので、で一方でマーシャルはフルクローズじゃないですか。でブラックスターはハーフバックですよね、半分閉じてて半分開いてるような感じなので、多分それってサウンドに影響するので、まああと半分ぐらい閉じて、まあ3クォーターぐらいですかね、のクローズドにしようかなと思います。そしてそこにスピーカーの、あの差し込むジャックの部分をね取り付けてキャビとして復活させようと思います。はい、まあそんなこんなでね、ちょっと今回、非常に私としては稀なフェンダーのマスタング4というねトランジスタのアンプを手に入れましたが、まあこれはフェンダーらしさは決してですね、よいしょ、大きな、ちょっと重たいですね、このサイズになるとさすがに重たいですね、キャビネットとして使ってみたいと思います。まあもし運が良ければちゃんと動くようになればですね、一度これのねマスタングのレビューもしてみたいと思いますが、だけどもう製品自体がディスコンティニューになってて、ファームウェアは手に入らない、ソフトウェアもオフィシャルで手に入らなくなると、ちょっとね無責任な感じになっちゃうかもしれないので、その辺は、ちょっと考えます。はい、ということで今日は、私としては異例のですね、フェンダーのアンプを手に入れましたというお話動画でした。で、一応今考えているのが、このうちの一発ね、を抜いて、7080を1個取って、で、元々のブラックスターの方に掘り込んで、で、ブラックスターに入っている、G12T75 でしたっけ、なんかそれを取って、こっちに入れて、音をミックスしたらどうなるのかなと思ったり、もしくは、それぞれシングルとして、ステレオで鳴らす必要もないので、まあ、音をミックスさせてもいいし、別々に鳴らすような、ちょっと小細工をしてみるのも面白いかななんて思っております。はい。ということで、今日は、ちょっとね、いつもと違う動画になりましたけども、このフェンダーのマスタング4というアンプを手に入れました。まあ、材料ですね。マテリアルとして手に入れました。ということです。今後ね、ブラックスターのアンプが音が変わってくると思うので、そちらもお楽しみにしてください。最後まで見ていただきましてどうもありがとうございます。ぜひ、チャンネル登録とグッドボタンの方、よろしくお願いします。ヒロでした。バイバイ。